あれ、ティマイオスいないみたいだな。お客さん。あの、彼に何か言おうでも。いやいや、いつもならここにいるから、ちょっと気になっただけだ。なるほど。彼ならアルベド先生に呼ばれたよ。代わりに私がここにいるの。私はスクロース、アルベド先生の助手。錬金術に関する質問なら私に聞いて、力になれるよう頑張るから。私緊張しているように見える？ごめんなさい。普段は実験室にこもってて、外出も他人と会話することもあまりないから。協力が必要なら私を呼んで、いらないなら私そこで本読んでるから。うん、ありがとうな。オイラたち慣れてるから心配はいらないぞ。そうだよな。え、まさかあなた、フーマリウを倒したあの伝説の旅人？ありがとう。あなたの話をたくさん聞いたよ。いつか近くで研究したいと思ってたの。研究？ごめんなさい、気にしないで。でも、あなたならきっとアルベド先生の力になれると思う。さっきからアルベド先生の話ばかりだな。そいつもモンドの錬金術師か？紹介が遅れてごめん。アルベド先生はセピュロス騎士団の首席錬金術師、私とティマイオスの先生でもあるの。普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけないけど、そのアルベドは先生の先生ってことだな。はい。先生は世界の真相の探求に力を入れてて、成果もたくさん出してるの。先生の助けを求めるためにわざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ。どんな難題でも先生に聞いたらすぐ解決するの。おお、すごい人なんだな。うん。でも最近先生の研究がうまくいってないみたいで、会う時はいつも元気がないの。あなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだから、インスピレーションのきっかけになるんじゃないかな。先生は礼儀をわきまえた人だし、彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはず。できるかもね。生命の極致を探求するのも先生の研究課題の一つだから。アルベド先生は今ティマイオスと一緒に雪山にいるはず。案内したいけど錬金場から離れるわけにはいかないから、雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い方で、学者のオーラがあって、それから、ごめん、どう説明すればいいかわからない。とにかく探してみてちょうだい。うん、わかった。